て少ないチャンスをものにするしたたかさを開幕から見せている町田です。佐藤さんご指摘通り本当に対照的な楽しみな組み合わせですね。そうですね、はい、ここもなんかつながります。高江、裏を見ていたエリキ、中にはミッチェルデューク1枚、荒木も斜めにゴール前に入っていきます。逆サイドから平川レイサポート、高江左足クロス、スルーをしてミッチェルデューク落としてミドルシュート、奥山正幸ミドルシュート、右足一閃、リフレクションもありましたが先制ゴール、ネットを揺らしました。早速町田先制、開始8分。今の得点のにつながったプレーなんですけど、まあ、それに対してやっぱり前向きなサポートですよね、はい、で思い切って右足を振り抜いて、まあ、リフレクションありましたけど、はい、しっかりとゴールに流し込んだ感じになりましたね、うん、まあ、町田らしい得点でしたね、荒木のスルーも落ち着いてましたね。落ち着いてましたね、はい、ミッチェルデューク落とす、平川優クロス、こぼれ球左足、ミッチェルデューク自ら左足、今度はフィニッシュまで行きました。もう一個、はい、このヘディングで落としてから入っていてこぼれ球拾ってシュートを打つわけですから、はい、直接狙うかあるいはデザインしてくるか。平川レイ直接いった、ポストの左、もう一度ここで立てばスイッチを入れます。石川落としたボール取り返して町田、荒木、エリキ、さあそしてダイレクト裏へミッチェルデューク、チャンス、プレコントロール、ミッチェルデューク倒れて外です。胸コントロールのミッチェルデューク、後ろから対応した大西、大西のファールですが、この場所ですね、ここだったら外ですね、落ち着いて流し込んで町田追加点、落ち着いてましたね。エリキ、前々節の大分との首位攻防戦以来となります2試合ぶり、早くも今季4ゴール目、大きな追加点がホーム町田に入りました、2対0。まあ、体はあの右側に向けておいて、はい、ひねって左側って感じですね。そうですね、拾います、黒木、石川と大崎がゴール前、平川玲センターへフィニッシュ、上村ダイレクトの右足、枠のわずかに左、大崎が行きます、取り返す、大崎、ハイダー投手、石川、石川切り返す、石川まだ行く、石川が行った、浮いた、フィルリプッシュ、クロスバー、相原のヘディング、クロスバー、荒木低い位置からクリア、こぼれ球ヘディングプッシュするところまで迫力ありましたね、はい、ここ石川選手狭いところ突っ込んでいったんですけどね、シュートは持ってきましたね。あとそれに対して相原選手もヘディングで反応しましたけど、はい、もう少しでしたね。大本センターへ、上村、相原です、上村、相原あります、左足フィニッシュ、キーパーセカンドプッシュ、まだある、左足、大崎当たらない、大崎まだある、相原のヘッドはクロスバー、はい、左足ありますからね、相原選手、大崎のこぼれ球詰めた左足は当たりませんでした。かなり可能性上がりますね、大本ミドルは打たずに黒木のオーバーラップを促します。相原、相原のクロス抜けてきた、いいゴールですね、石川フリックして流し込んだ、1点返した熊本、88分。いいボールでしたね、いやーパーフェクトじゃないですか、パーフェクトですね、高さもそうですね、しっかりと合わせましたね、石川もちょっと反りながらよく合わせましたね、はい、触りすぎちゃうと外れてしまいますから、はい、町田は少し上げたいですね、ライン、大西早めに入れてくる、こぼれたダイレクト、キッパー、よく触った、相原のダイレクト、ポープウィリアム、いやよく触りましたね、セーブを見せました、これがあるから町田はライン上げたいですよね、ただよく触りました、大本の前、中島カンフーキックで蹴り上げたところでタイムアップのホイッスル、逃げ切りに笑顔の黒田剛監督、町田。